翔平です。またマインクラフトの続きやっていきたいと思います。前回の動画からね、ちょっと2週間ぐらい経過してしまって申し訳ございません。ブラックオプスの方ね、COD の方のオープンベータがあったりとかね、FF の方で、FF14 の方でね、ちょっとすっぽかしてたコンテンツをに、やり始めたらね、抜け出せなくなってしまいましたので、そちらの方に時間を送って、なかなか動画が上げられませんでした。ということでですね、まあ、今シーズンは今現在 1.16.2 というバージョンで遊んでますけれども、しばらく経つとね、多分 1.17 がね、来るんじゃないかなと思います。はい。そのね、次の拡張も非常にね、面白いものになってるみたいなので、楽しみなんですけれども、また新しい世界にするってことは考えずにですね、このままこの世界引っ張って継続してやっていこうかなと思ってますんで、非常にまあ長期にわたる、まあシリーズになるんじゃないかなというふうに思っております。なんで徐々に発展させていこうかなと。いう感じでございますので、まあ、気長に、お待ちいただければというのがね、こういう感じになっております。ということでですね、今回は、やろうかなと思ってること、ちょっとね、作ろうと思ってる下地の部分だけマーキングはしておきましたけれども、前回の動画でね、シルカーボックスを、大量にねエンドの方から取ってまいりました。そちらを利用するストレージエリアを利用、ね、作っていこうかなと思っております。具体的には、まあ、地下の方でね採掘して大量に出るね、あそこにデモンストレーションね、ブロックを置いてありますけれども、石とかね丸石とか、ちょっと土はねあそこに置くことができない。隣にね、なんだっけこれ草ブロックがあるんでね、伝播してしまうので、ポトゾルを置いてますけれども、土、草、あとは砂利ですね、といったブロックは大量に出ますよね。一個一個のチェストにねしまっておくタイプもいいんですけども、すぐいっぱいになってしまうので、シルカーボックスを使って、コンパクトなスペースに大量のアイテムをしまってみようじゃないかというねギミックを今回作ってみようかなと思います。ということで、いきなり建て始めてもいいんですけれども、せっかくちょっとまあ考えていたものもありますので、クリエイティブの方でね、ちょっとだけご説明させていただいて、またいつも通りね一気立てて、あとはバーッと作っていく感じにしたいと思います。ということでクリエイティブにレッツゴー。さあ、クリエイティブの方やってまいりました。今回チャレンジするものはアイテム仕分け機を使って仕分けしたアイテムをシュルカーボックスに詰め込んでいく説だと思ってください。この説明だと響きは簡単に聞こえるかもしれません。ホッパーつないで終わりじゃんみたいにね。いやいや、そうシンプルにはいかないんですよね。さらにねコンパクトにすることも考えるとなかなか頭を使う回路になってます。自分で考えていたものもあるんですが、どれどんなもんかとね、いつも通りイルマンゴさんの動画を、見てみると、もうサイズが全然違うんですよねやっぱりすごい方ですね。とても叶いません。以前のシーズンでもね、エンダーマンファームのところでシルカーローダーというギミックね、は作りました。今回はそれを複数個、まあ、列にしてね並べて、ストレージとしてね使ってしまおうじゃないかというものでございます。並べるということはね、一つ一つの幅が重要なんですよね。以前作ったのはね3マス幅ぐらいだったんじゃなかったっけですよね。まあそうですね、今回ちょっとね、数が多いので、なるべくならね1マス幅で連ねたいというところではないでしょうか。はい。回路としてねやらなければならないことは決まっています。まず1つ目、アイテムの、種類をね仕分けする。これは簡単ですね。仕分け回路を入れるだけ、こんな感じね、いつも通りのやつですね。次に2つ目、その仕分けしたアイテムをシュルカーに詰め込むホッパーライン、ここもつなぐだけですね。つなぎ方は前後、まあ、上からが、まあ、基本になりますね。今回1列幅にしようと思ってるんで、横からは入れられないというね、制約があります。はい。難しいのはねここからです。3つ目、シュルカーがいっぱいになったらピストンを押しつぶしてアイテム化する部分と回収する部分ですね。押しつぶす部分はピストンを使うですけれども、ピストンとまあハーフブロックみたいな形にするとアクセスができるようなね、形にすることもできますし、もしくはね普通の粘着ピストンじゃないピストンでね横から押したりしてもいいんですけれども、その場合はねちょっと飛び散らないように、まあ、前方とかね、塞いでおかないといけませんというところになるかな。はい。最後にですね4つ目、新しいシュルカーをホッパーラインの目の前に出すディスペンサーね、部分ですね。これこんな感じでね、信号を送ると中に入っている、シュルカーを、新しいシュルカーをですね、出してまたいっぱいになったら押しつぶすという流れになると思ってください。
先ほどお伝えしましたけれども、今回1マス幅でやりたいので、まあ横のスペースがね完全に使えません。それぞれの回路を設置する、まあ自由が利かないんですよね、箇所がね。東西南北、上下と方向はね6つあると思います。最初から横が使えません。さらに言えば下もですね、回収機構ね、このホッパーと、まあそうですね、いろんな人を見てみましたけれども、大体の人がねこのハーフブロックを使ってね、回収する面積っていうのかな、多少飛び散ってもねハーフブロックを置いてあると、回収してくれるようになります。私はね個人的にはこのスライムブロックじゃなくて、なんだっけ、蜂蜜ブロックを使うと、アイテムがね、アイテム化したシルカーボックスが直接ブロックにくっつきやすくなるんで、これでもいいんじゃないかなって個人的には思います。一応ブロックの形してますけれども、これ中のねこの色が濃くなってる部分がブロックなので、1マスより小さいブロックなんですよね。なのでこんな風にホッパーの上に置いても、その上に転がってきたアイテムは全部回収されると思ってください。さあ、ということで、6つある方向のうち3つはねもうすでに埋まっちゃってるってことからスタートするんですね。で残りのね3つの方向も、もうすでに埋まっちゃうんですよ、すぐね。仕分けしたアイテムをシルカーに運ぶホッパーラインで1つ1列ね、1箇所使っちゃいます。シルカーを押すピストン部分ね、これですね、ピストン部分の回路で1つで、新しいシルカーを出す、ディスペンサーで1方向使ってしまうので、いやこれはね結構難しいですよね。ってことで、ここまで来てですよ、必要なのに出てきてない回路があります。どうやってシュルカーが満杯になったことを感知して、ピストン部分を動かすかというところですね。普通ならばね、コンパレーターにシュルカーを直接監視してもらってね、こんな感じで、シュルカーボックスにアイテムが入っていれば、まあ、信号を出して、その内容量によって信号数の強度が変わりますよっていうところを利用してね押しつぶしたりする、のは、できますけれども、今回はですね先ほど言った通り全ての方向が使って割れてしまっていて、直接コンパレーターをね、シュルカーに接続することはできないということなんですよね。さあ、ということはコンパレーターは、直接ね、シュルカーボックスを監視できないので、その隣にあるね、この最後のホッパーラインを監視してもらってですね、このシュルカーボックスが満杯になって次流れてくる、ね、アイテムがここに流れてきます、ホッパーラインを使ってね。で、シュルカーボックス満杯なのでもうこのホッパーを送り出すことできないですよね。ってことはここに溜まるわけですよ、ね、今22個溜まってますけれども、で、このホッパーの内容量が22、これマジックナンバーですよね、よく出てくる仕分け回路でね。23になったらですね、今22の状態だと信号1しか出てないですよね。でこれが23個目入ると、2のラインまでね、2個ね、つながりました、信号強度2出るってことですね。でそれを使いましょうというのがミソになりますね、今回のギミックのね。さあ概要を理解していただいた上で、イルマンゴさんが 1.12 の時に作ったね、こちらの回路を見ていきましょう。残念ながらね 1.16 ではちょっと手を加えないと動かないんですけれども、非常にコンパクトなんですよね、すごい、さすがでございます。ということで一つ一つちょっと見ていきましょう。上に仕分け回路があると思ってください。仕分けされたアイテムがこのホッパーラインを通じて、最後にねシュルカーボックスまでたどり着くと思ってください。シュルカーボックスの周りにはですね、新たなシュルカーボックスを追加するこちらがディスペンサーですね。で、シュルカーボックスの上には粘着ピストンがあって、そこの下にはオブザーバーブロックがあります。ということでですね、オブザーバーブロックでシュルカーを押しつぶしちゃう。で押しつぶすブロックにオブザーバーを使うことによってですね、もう回路にしちゃってるんですね。そこがすごいところですね。で、先ほどお伝えした通り、最後のねホッパーラインを監視するコンパレーターがこちらで、こんな風にしてつながって2列目まで来た時に、このね、ホッパーに、パワーが送られてですね、ここホッパーを見てみるとですね、今デバッグモードを表示してます。右側のところに、マインクラフトホッパーっていうところありますよね。今イネイブルド、コロントゥルーってなってます。ってことはパワーが来てない状態なので、これ稼働してますよっていうことを示してるんですね。でこれパワーを与えるとどうなるかっていうと、さあ、ここでお見せしましょうか。こんな感じでね、パワーがコンパレーターから来ています、ホッパーね。
で今それ見てみると、先ほどのマインクラフトコロンホッパーっていうとこね、イネイブルドがフォルスに変わりました。まあ状態が変化するんですね、そちらの状態変化をこの押しつぶすオブザーバーが監視しております。で、あ、状態変わったなっていうことで信号を次のリピーターに伝えて、非常にね短い信号が1回だけ出ます。で、このリピーターがね斜め下にもね、回路をつなげてですね、このディスペンサーに信号を送ります。で、目の前にねシルカーボックスがある場合は吐き出すスペースがないので、ただまあ不発になるわけですね、ということで、この短い非常にね、パッっていう信号は、この上にあるオブザーバーをさらに粘着ピストンで押し上げて、押し上げたと同時に信号がこのリピーターが拾ってですね、遅延ちょっとされて、このピストンがガチャコンと動くと、いう風な形になっております。なので信号の流れとしては、ここからこういってこういってこういってこういくんですね。いや、素晴らしい素晴らしい回路ですね。やるなということでございます。で、1.12 の時はね、こんな形にしてボタンをね、横につけてあげることでですね、本当だったらはですよ、1の信号が出ちゃった段階で、2つ目のね、このレッドストーンパウダーまでつながってしまって、下のブロックがねパワーが来てしまって、もうステータス変わっちゃうんですよね、ここの状態が。ただボタンをつけておくと1しか信号が来てない場合は、こっちのボタンの方にね信号を流そうとして上に行かなかったんですね。ということで、こんな形にしておけば1の信号で、ねと2の信号を切り分けることができてたので、 1.1 の時はね、今は残念ながらできなくなってしまいました。ということで、ここの部分を変えないといけないんですよね。イルマンゴさんのデザイン非常に優秀なので、一応解決策というのもちょっと考えておきました。こんな形のね仕分け回路みたいな形にして、このねホッパーラインを監視する、オブザーバー、コンパレーター、ごめんなさい、コンパレーターがあるのは変わらないんですけれども、ここのねラインを3段にね3つにしてですね、ちょっとここの容量が大きくなっちゃう。ここに入るアイテム数がね、45になるのかな、45と46、45までが2マスで、ね、ここまでつながっていて、46になった途端にこのホッパーの中身がね、ここのホッパーに46個目が流れてきた時点で3つ目まで到達するんで、ここのねホッパーが、の状態が変わって、オブザーバーが拾ってっていうことでね、同じような動きができると思います。ということで、まあこれだったら、稼働するかなと。で、今回はですよ、今回はちょっと私サバイバルで作るの初めてなので、こういう、なんていうのかな、1マス幅の、シルカーローダーはってことで、ちょっとだけ変えさせていただいて、作動しなかった時にどこが問題なのか分かんないということでね、シルカーボックスにアクセスができるようにちょっと作り変えました。そういうことでちょっと1マス上に伸びてしまって、ここも1マス、ね、奥側に出てしまうという、まあ、不利益を被るんですけれども、ちょっとね、今シーズンはたくさん作るんで、今回初めてなのでね、このちょっと大きいバージョンを使ってみたいと思います。イルマンゴさんデザインだとね、ちょっと開けられないんですよ、シルカーボックスね。アクセスがねちょっとできないので、上にねハーフブロックを使って、せっかくね工夫されてるところなんですけども、それを1個上にね持ってきて、リピーターをねこんな感じで監視してもらって、こっちの上のブロック使って、まあ、あとは同じような感じですね。ちょっと回路のね設置方法を変えて、ここをハーフブロックにしましたよと思ってください。あとイルマンゴさんね使いたい人向けに、ちょっとここで画面停止しますんで、スクショでも撮ってね、ご自身で再現するときに使ってください。大丈夫かな。注意点としてはね、ここのリピーターは遅延なしなんですけど、上は遅延1、遅延2遅延ですねにしないと、オブザーバーが下に残っちゃうんで、新しいシルカーボックスが出なくなっちゃいますので、ここの遅延数だけ気をつけてあげてください。あとはそんな難しくないんじゃないかな。オブザーバーの向きだけね、気をつけてあげてください。ということで、横につられるとね、私があちらで作ったやつを横につられるとこんな形になると思ってください。まあ、今回これをねサバイバルで作ってみようかなという計画でございます。さあ、サバイバルの方も戻ってまいりました。今回は内側の回路を先に作ってしまって、ちょっとね後で氷の、水路を設けるときにはみ出してしまう部分が出てきてしまう可能性もありますので、そちらの方をまず作ってしまってですね、
あとで、外から見えないように工場風の外見で隠そうかなと思っております。工場風なので薄灰色の、コンクリートブロックで囲んで、ちょっとねアクセントにオレンジ色のねラインかなんかを入れてみようかなという計画でございます。あそこにあるね、シングルのチェストは一体何なのかっていうと、下にホッパーがあってですね、外から帰ってきたどっかで、ね、作業をした時に手元にある石とかをね、しまう入り口だと思ってください。後ろ側からしかね、チェスト、シュルカーにアクセスできませんので、いちいち後ろに行ってね入れるっていうのはめんどくさいので、そこに、ドロップチェストを作ってですね、そこから、シュルカー、のシステムにね、入れる水路みたいなものを使って、しまおうかな、作ってしまおうかなという計画でございます。あちらは、下の採掘場に行く、ドロップシャフトとエレベーターシャフトと、水流エレベーターですね、という形にしておきたいと思います。あそこの一番後ろの1マス空いてるところは、勝手口ですね。メンテナンス用の通路を後ろ側に設けて、目立たないようにね、しておきたいと思います。あんまりメンテナンスもすることはないと思いますけどね。ということで、いきなりババーっと作り始めちゃってもいいんですけれども、せっかくなので一つ作ってみたいと思います。あとはねコピーでバーっと作っていけると思いますので、ということで、ここにはね、満杯になったシュルカーが溜まっていく形になりますので、そこまでね、こんな感じでホッパーラインを伸ばしていって、ここからスタートかな。この上に蜂蜜ブロック、この上に空っぽのシュルカーですね。で、クリエイティブでお見せしたのとはちょっと逆に作ろうかなと、急遽ねちょっと変えてみようかなと思っております。何を変えるかというと、空っぽのシュルカーを貯めておくねチェストが正面にあった方が、正面で一括管理ができるんでね、足りなくなったらシュルカーをここに追加すれば OK という形にしたいと思います。後ろ側にあると勝手口から納品はできるんだけどね、手前側で管理できちゃった方が楽かなという形、に思いますので、今回は、そうしてみたいと思います。ということで、次どうするかっていうと、ディスペンサーから設置しようか。新しいね、シュルカーを追加するものだと思ってください。吸い込まれていっちゃいましたね今多分吸い込まれていっちゃいましたね、やばい。これ全部入っちゃったかな。さて、次はですね、このディスペンサー、設置したディスペンサーにこんな風にホッパー出して、この上にチェストを置いておくことにします。で、正面から、空っぽのシュルカーをこちらの方に補充できるという形で思ってください。システムには高温な風にね、ディスペンサーに入ると思ってください。次はですね、ホッパーライン入れようかな。今ちょうどそこに、スライムブロック置いてありますので、ここに4段積み重ねて、下からやった方がいいかな。よいしょ。はい、ということで、こっち側から一番上、その下、こんな感じですね。で、支えのブロック削っちゃいます。満杯になったことを感知する回路を入れていきたいと思います。具体的にはここのねホッパーに、アイテムが溜まり始めたらシュルカーがね満杯になりましたってことをねご説明した通りなので、そちらの方を監視する回路だと思ってください。こんな感じですね。よいしょ。で、コンパレーター出して、コンパレーターどこだ、あった、コンパレーターで、今もうアイテムが入っているらしいぞどういうことだ、あ、さっきのスライムブロックか、はいはいはい、ということで、次はレッドストーンパウダーで、ここ混線しないようにですね、混線っていうか切れちゃうんですよね普通のブロック使うと。なので、ちょっと待ってくださいね。こんな感じでスライムブロックを置いて、ガラスブロック、ここにガラスブロック使うと、ここはガラスブロックじゃなくてもいいのかな。ちょっと合わせて置いておきますね。で、こんな感じにしておくと上まで信号が伸ばせるようになります。ということで、この先にもう一個ブロックを置いて、最後にリピーターでそれを回収するという形ですね。なのでここまで伸びた時にリピーターが拾えるという形になります。で、リピーターまで来たら、それをオブザーバーで上に持っていきます。なんでだ ?OK だ。ってことで、次はコンクリートを置いて、このブロックまでね、信号が来たら、次隣のね、ホッパーが、作動を一瞬だけ停止します。はい。そちらの方をまた監視するですね、オブザーバーが必要になりますんで、
ここかな、ここにオブザーバー置きますよね。こんな感じね。で、この先には、ブロック置いておいて、その先に粘着ピストンで下向きの方向にね、信号をつなげていきたいと思います。オブザーバーの向きはこうかな、こうですね、うん。なので信号が届いてここまで来たらこういう風に行って、粘着ピストンが一瞬だけ動くと。で、オブザーバーが下に移動するのを利用すると思ってください。ここからがね、設置がちょっと厄介なんですけども、ここのところにですね、下向きのオブザーバーでこのディスペンサーまでつなげます。ってことで今ね、ブロック削ったら信号出ましたよね。で、新しいシュルカーがここに出るという形に思ってください。で、そこのね、オブザーバーの上にはリピーターを置いておきます。ちょっとねここら辺複雑なんですけれども、こっち向きかな、こんな感じね。で、粘着ピストンをここ、あ、この置き方だとダメか、もう一段下がんなきゃダメかな、よいしょ、ちょっとね、よいしょ、ここですね、ここに粘着ピストンを置いて押しつぶす用の粘着ピストンだと思ってください。今のままだとオブザーバーから来た信号が早すぎて消えるのがね、このハーフブロックが下に残ってしまうという現象が起こりますので、この遅延数を1増やしてあげないといけません。で、最後にハーフブロックをここに置けば、押しつぶせるという形になります。ということでこれで1スライス終わりかな。うん、そんなにね作るのは難しくないんですけれども、ちょっとねオブザーバーの向きとかありますので、一つ一つ作るのはちょっと大変なんですが、1個作ってしまえばね、あとは横に連ねて置いていけばいいだけなので、そんなに難しくはないと思います。またホッパーの中にアイテムが入ってるみたい。はい、ということでここから先はパーッと作っていっちゃいたいと思います。しばらく作業を続けて施設のメインギミックの方を入れ終わりました。ね、早送りの方で見ていただいたと思いますが、上の方の水流の部分とね、左側の方は鉱石を仕分けしてただチェストにしまうだけなので、あのね、シュルカーボックスのローダーの方は入れませんでした。直接チェストに入る感じ。ホッパーが多くなっちゃうんで、サンドイッチにしてね、なんだっけ、あの樽、うん、タルトね、ホッパーのサンドイッチにしてホッパーの使用数を減らしております。で、あとはですね、ちょっとここに屋根を設けてちょっとどういう形にするか今ちょっと考えていたんですけれども、まあこれでいいかな。うん、一応このここにねシュルカーを追加するボックスがここにちゃう半分だけ見えてる状態ですね。で、色付きのねシュルカーたくさん作りましたので、補充しておきました。最初ね5個ずつ10個ずつでいいやってね作るは言ってましたけれども、結局かなりの数をね、入れておきましたので、特にねこの土と、この4種類ぐらいはねかなり出ると思いますので、よく考えるとね砂もあっていいかなと思ったんだけど、砂は砂漠地帯にこれと似たような、ものを1個立ててね、この1列分だけのやつね、うん、そこに溜め込むのがいいかなと思います。現地でね溜め込んだ方が楽なので、いちいちこっちに持ってくるのもねあれなんですので、ということでですね、裏の方の部分は、大体見てもらった通りなんですけれども、動画の作ってる時にねちょっと気づいてない忘れてた部分がありましたので、そこをちょっと、ご説明しておきたいと思います。この上の部分のねこの最初の、ここな、最初ら辺に置いたこの、オブザーバー、この粘着ピストンにくっついていたと思うんですけれども、
ここが逆だったということですね。なのでちょっとそこだけ直しておきました。作る際はその点も注意してください。すっかり忘れてた、サバイバルで、あ、クリエイティブのやつなんだね。ということで、あとはですね、ここにガラスを設置して、ね、エンティティになった時、アイテム化、シルカーボックスがアイテム化した時にピョーンとね、横に出てしまう可能性も若干ながらあります。なのでここを両サイドね、ガラスで塞いでおくことにしました。で、タイミング悪くですね、2つの箇所が、例えば、ここ、石と丸石が入っているボックスなんですけども、この2つがね、同時に壊れると、隣のところにね、吸い込まれてしまう可能性も若干ながらあるんですよね。若干、で、大体ね、一つ一つ独自に稼働するので、一つね、両サイドが埋まっている状態だったらどこにもアイテム行くことできないんで、そのままね、吸い込まれていくんですけれども、運悪くね、隣と同じタイミングでね、シルカーボックスがアイテム化された場合は、着地地点によってはですよ、この茶色いボックスがこっち側に落ちてしまったりして吸い込まれてしまう可能性もね、あるというのがちょっと難点なんですよね。なので理想とすれば、ここ1マス大きいに設置するのがいいんですけれども、今回せっかくね、1マス幅にしたんで横を並びにしました。なので、まあ、長期間運用するとそういうね、問題が出てくるかもしれませんけれども、そのためにね、色付きのね、シルカーボックスにして、あ、ここ色違うやつが入ってるって言ったら、隣に移してあげるというのを簡単にできるようにしておきましたと。動画外で作業していたのはこの地下からね、つなげるアイテムエレベーターの部分ですね。もうオーソドックスな、まあ、今シーズンね、たくさん対応している水流のエレベーターを設置しただけなので、もうカットしました。地下はどうなっているかというとですね、採掘場、新しい採掘場になると思ってください。ここがね、水流エレベーターの終着地点というか、スタート地点ですかね。で、こんな感じでね、水流が設けられていて、ここで例えばね、ホリホリしますよね、こんな感じでね。で、アイテムがいっぱいになったら、ここ開けて、ここにポイポイ捨てていくと、こんな感じでね、こんな感じで、捨てていくという風にします。で、そうするとですね、あそこに送られて、水流エレベーターでね、フィッと上に上がっていくと思います。ということで、まあ簡単にね、荷物のね、整理しながらの採掘がやっぱ時間かかるんですよ。なのでね、ポイポイ捨てながらできるというのが利点ということで、今どんな感じになっているかというとね、これもね、いっぱいになりつつあるんですよね、ほらね。で、今ちょうど押しつぶされるところが見れるんじゃないかな。さあ、今、新しいシルカーボックスに、入れ替わりましたね。で、空っぽのシルカーボックスが出て、ここに溜まったアイテムが、全部吐き出されると、いう形になります。さあ、それで表の部分には満タンになったシルカーボックス、これ満タンですね、ちゃんとね、満タンになったシルカーボックスが、チェストの中にしまわれていくという形だと思ってください。なのでどんどんこれを貯めていけると思います。で、下の方の採掘してる時に出たアイテムはちゃんとしまわれてますね。大丈夫かな、大丈夫そうですね。まだダイヤモンド見かかってません。で、ここの2つの部分ね、金と鉄分けてもよかったんだけど、どっちにしろこれ2つ精錬しなきゃいけないんですよね。精錬アイテムなんで、右側精錬アイテムにしました。今金、鉄鉱石しか入ってませんけれども、ここに金鉱石も入ります。で、それを、まあ、シルカーかなんかに入れて、精錬施設の方に持っていくというふうに思ってください。左側は、これのね、鉱石ブロックは、こっち側に入るようにしましたね。今、石炭のね、鉱石とレッドストーン鉱石が入ってますよね。これはここから取り出して、あそこに作ったね、なんだっけ、コンクリート、ね、製造マシーンで同じようにね、幸運のツルハシを使って、できますので、そっちで、鉱石化してね、あそこにしまうと、このチェストね。もしかしたらこれシングルチェストじゃなくてビッグチェストの方がいいかもしれないね。いっぱいのものを入れ込む場合はこうした方がいいかもしれないけど、まだこれちょっと使ったことないんで、草ブロックちょっと入れて確かめてみましょうか。さあ、下にやってまいりました。上に入れたアイテムはこんな感じでどんどん、エレベーターの方に連れて行かれます。先ほど見ていただいたね、下のところの、水路を通ってここにエレベーターに送られてくるアイテムがちゃんとしまわれているかちょっと見てみましょう。ここからこういって
って、一個ずつね、これホッパースピードで吐き出されるはずなので、あそこは詰まることなくね、一周することなくどんどん吸い込まれていくはずです。ちゃんと入ってますね。で、下がちゃんとしまわれているかどうか見てみましょう。大丈夫ですね。草ブロックのところにちゃんと入ってます。で、これがいっぱいになるとまた押しつぶされると、いう形になっています。草ブロックはね、地下では取れませんので、まあ、ここから入力する感じですね。将来的にはもしかしたらですよ、使いづらかったらここにビッグチェスト、ここにビッグチェスト2つ用意してね、下で4本のドロッパーで吐き出す形にすれば、大量のね、資材が出た時でも対応ができるようになるんじゃないかなと思って、まあ、もしかしたら変えるかもしれません。しばらくの間ねシングルでもいいかもしれませんけれども、ということで、ギミック自体は大体できました。あとはどんどん下のね採掘を進めて鉱石貯めていくといいうことと、外装ね、今回はこれで終わりかな。ちょっと動画長くなっちゃうんでね、工場風な外装を設けてこの部分を隠してしまいたいと思います。そちら側と同じぐらいの高さかな。そうですね、もしかしたらもうちょっと高くしてバランス取るかもしれませんけれども、ということで、今回はここまで。いや、かなり便利になりましたね。これでシュルカーで持ち運びができるということが大変大きな、利点だと思います。必要になったらね、で、今まではねチェストがずらーっと上に並んでいるところから、必要な分だけ取り出す形でしたけども、今回はシュルカーでね、挑戦してみました。一つのボックスに、9万4000ぐらいのね、アイテムが、貯蔵できるので、まあ、小スペースとも言い難いですけどね、後ろの部分ありますので。なので、まあ、ちょっとまあ微妙なところでありますけれども、まあ、面白いギミックなのではないでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。